ウーバーイーツ140件急いで配達検証です。松戸さん風にやってみました。これね、140件ごときでなんて思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、私そんなにね連続で、やったことないですし、1日最大件数もそんな多くないんですよ。でツイートもしたんですけどもね、どうしてもあと4日で140件配達しなければなくなりました、なければいけなくなりました。お金の問題じゃないんです、絶対に違いますとこう書いたんですけども、まあ、 人それぞれね理由もあって、私も理由あるんですけども、まあ4日間連続で、140件なんで1日35件ベースで、消化していかなきゃいけないというこんな事態になってしまったんですよ。で私過去まあ1日最大30件ぐらいが最大なので、もう初日からもうハイペースでやっていかなきゃいけないという状況になりました。で、平日が3日そして土曜日ということで条件もあまり良くない中でやっていかなきゃいけないので、まあ必死こいてやりましたね。朝まあ早い時は8時、遅くてもまあ10時ぐらいには出ながらやると、で夜はまあある程度ノルマこなすまでやるというこんな状況でやってました。その中でまあね大変なこともたくさんあるんですよ。つうことでワースト3を決めました。まあね、本当件数がかさむとね、いろいろ起きてくるわけですよ。でね、まあね、いろいろ忙しながらもね、いろいろやってみたんです。ということで、まず第3位、じゃじゃん。おかまが満札持ってお出迎え。これですね、私のですね記念すべきですね999回目のお客さんだったんですけども、まあ正直ね渡す前から怪しいなとは思ってたんですね。まあどんな風に怪しいかと思ってたんですけども、まずピックアップ先がですね飲むチーズケーキっていうところで、ドロップ先ですね、これちょっと一応字は消してますけど、アイドルチドットって書いてたんですね。で、飲むチーズケーキって、まあ、名前はねちょっとあれなんですけども、こういいお店なんですよ。このお店ですね、焼き芋と栗のお店専門店でね、大和さんっていうところなんですけど、このマスターすごい好きで、私も何度か芋買ったことあるんですけど、本当美味しいですか。これおすすめですよ。木場公園の近くにあります。すごいいいお店です。ご層ですね、飲むチーズケーキ屋さんっていうのがあって、そこの配達なんですね。でこれねピック終わった後こう運びながら、これアイドルチーってなんだろうと思ってね、こう自分でアイドルっていうぐらいだからちょっと怪しいなと思ってたんですよ。でチーテン、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 で、このチーテンってなんだと、チーテンってなんだろうと思って、もうなんかね、もう、なんつうかな、もう恐怖がもう7割、あと3割が期待、こんな感じだったんですよ。もう、もしなんかあったらどうしようと思ってね、もう、なんかない、大丈夫かな、大丈夫かなと思ってたんですよね。なんか、ちょっとね、まあね、僕の想像ですよ。想像の中でちょっといかがわしさが出てきたんですよ。でね結構いいマンションだったんですよね。でそれ通り抜けて、でもちろんですね、無音会場ですよ。ウーバーイーツです、お届けに上がりました、ブーンって怖くてね、なんか男なのか女のかもわからないみたいな、ブーンっつって行きますよね。でピンポーンっつって、ね、でもピンポーンガチャンって、もうねドアの前で待ってたんでしょうね、こうね、その方ガチャンっつってズンって出てきて、もうねもうびっくり、久しぶりに見ましたよ。タク八郎、この方ね、昔テレビ出た方で、タク八郎なんですよ。タク八郎が、ドゥンってこう出てきたわけですよ。でね、ちょっと、うんって、躊躇したんですけども、あ、これ商品になりますってお渡しして、その瞬間ですよ。
つって、日本語じゃないですよ。多分中国の方なんですよ。つって。で、もうこっちも、おーって、腰抜かしそうなんだ。おーって、おーと、危ない。と思ったら、あの、片手にね、万札持ってるんですよ。万札、で、もう一回、つったんで、あ、すみません、出り違いだと思います。つってね、もう、逃げ帰ってきたんですよ、これ。ほんとね、私のね、999回目をね、返してくれて。はい。続きまして、第2位。バット2連発動画への批判コメントです。前の動画でですね、ちょっとあの、2連発で店舗からバットをもらっちゃいました。もうちょっと店舗の方バットするのやめてくださいとかって動画を上げたんですよ。まあ店舗バットしても特定されるからやめた方がいいですよと、そういった動画だったんですよ。で、まあ僕なりの解決策としては、自分からグッドボタンを押していったら、まあね、なんか少しでも心の会話ができたらいいなっていった動画を出したんですけども、あのね、もう見る方によって見方が違うんですよ。コメントポチッ、まずその評価の低さを恥じろよ。普通にしてりゃ不可抗力や理不尽で下がったとしても97とかだろう。そうなんですよね、僕も97とか98だったんですよ。でね、ここ最近ちょっとね、あのずっとずっとずっと下がっちゃって、まあお客さんバットがずっとたまに、あのなんだろう、あのトリプルのあたりからちょっとしけ込んじゃってね、ちょっと下がってたんですよね。だからまあまあね、ちょっともうそこはね、まあ私の至らなさもあるなと、同時にシステムのね、なんかそこら辺との僕のミスマッチが起きてたなっていうふうには感じましたね。でね、あとね、評価なんて気にしてるうちは雑魚だ、評価なんて気にしなくても99か100だからってね、これ僕皮肉った感じですよ。僕ちょっとイラってきましたね。これ3つ目、いやー、ここまでバットもらえるのもすごいと思う。一体何したらこうなれるんだろうか。申し訳ないが、この程度の評価の配達員だったら、うちの店にも取りに来られたくないな。っていう風に書かれたんで、店舗の方だと思うんですよ。なんでね、この方には店舗を教えてくれって言ってコメント返したんですけどね。まあ、ノーコメでしたね。これ最後ですね。通貨。行く店にバットつけられたら、次から、依頼ないべ。それを知っているのかな。つうか、あなたはこの仕事を向いてないのではとありました。前半はね、ちょっと参考になりましたね。バットつけられたら依頼来ないっていうのはね、参考になったんですけどね。後半ですよ、これ。あなたはこの仕事に向いてないのではって、これね、これ書く必要あんのかなと思ってね。あのね、この人本当通貨通貨うるさいんですよ。通貨おじね。なんでおじってわかるかっていうと、これ通貨の後ね、これスペースが全角の、あの、スペースなわけよ。これ普通句読点とか打つとこなんだよね。このね、全角スペースとこで、これ大体おじなんよ。だからこれ通貨おじよ。あのね、いちいち通貨は、通貨通貨うるさいんだよ、ほんと。このね、仕事向いてるか向いてないか決めるのはね、俺ですから。俺が決めることで、あなたに決められたくないんですよ。はい。こうやってね、あのコメントいただけるのはありがたいんですけど、ちょっと牙があるのがもうちょっとちょこちょこあったんでね、まあ動画自体のあれなんでしょうね、あの内容もなんだこいつみたいな風には見られたんだろうなっていう風には思いますけども、いちいちこういう風にね牙向いて来られたらね、本当ね、気持ちも折れちゃうわけですよ、こっちだってね。そういうのはやめてください。はい、最後第1位、調理待ち2分予定が30分つってね、これね、調理待ちに関してはね、私ルール決めてたんですよ。で、調理待ちで、あの、だいたい5分ですとか言って言われて、5分過ぎてなんかできないよさと、僕キャンセルするっていうね、ルールを私の中で決めてたんですよ。で、この人なんでこうキャンセルしなかったかっていうと、店の前に着いたらね、こう、イケおじがいたんですよ。イケてるおじさん。
まあ、どういう感じの人かっていうとね、真田広之というかね、まあキムタクをねちょっとね老けさせたような感じの人がいて、で「カレーうどんかい」って言われて「ああそうです」って言ったら「2分待って」こうやって言われたんですよ。ああはいっつって池叔父だからねパーって厨房行ってバババって作ってんですよ。でねおあらららと思っておすぐできるんだと思ってね、もうあと麺茹で上げるとか茹でるとかそんな程度なのかなと思って見てたら、なんかやけに鍋いっぱい出してきてちゃ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 ってやって おーってどんなもんなんかなと思って見てたんですよ。でまあ2分経過しますよね。でキャンセルしようかと思ったんですけど、もう店の中にいるじゃないですか。でねまあ一応まあ時間潰しのトイレ借りますなんつってね、ま、なんだかんだ待ってて5分ぐらい経ってもね、なんか同じことしてるんですよ。ちゃ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 って厨房でなんかちゃ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 ってあれと思ってどうしたんだろうと思ったら、なんかまたなんかねあのタブレット見てるんですよ。でおおなんかどうしたかなと思って、なんか危ねえなと思って見てたんですよね。そしたらなんか10分とか経ってね、あれなんかなんでそんなできねえんだろうと思って見てたらね、なんかそのうちなんか20分とかってもうキャンセルしようかなと思ったんだけどね、もうそこまで待ったらねもうできるだろうなと思ってたんですよ。2分がですよ、2分が20分になってるからね、できるんだろうなと思って待ってたらね、はいできましたよって言ってね、まあ20分過ぎぐらいできたらと思ってたんですけどね、あはいありがとうございますつって持って出て行って、ちょっと待てよと思って内容物確認したら1個足りてないんですよね。ですいませんちょっとこれこれ足りてないんですけどもつった、あちょっと確認するわーつって、なんだかだっつって気づいたらねもう30分経ってんですよ。これ想像のね 2,3 倍待たされるとやっぱこうね、ここメンタルがねこう苦しくなってくるんですよ。もうイライラしてくるんですよね。僕がどんだけ努力しても何も影響しないから、だからこういうのはね遠慮なく受けキャンしちゃった方がいいんだろうなと。でこの4日間やってて一番こうなんかこうメンタルがフィジカルに来たなっていうような感じの内容でしたね。これが第1位でした。なんでね結論です、これルガードが必要ですよということが一つです。なんでね受けキャンのルールとかはなるべく守った方がいいかなと思いますね。で、まあ、それと同時にですねそのうち慣れるなとこう思いましたね。今日は以上です。あそれでですね本当はねベスト3とかやろうと思ったんですけどね、あんまりねこうベストいいことばっかりってね来たくないだろうなと思って、でね僕一個だけ言うとね、実はですね前回配達の時にむっちゃ可愛い人出てきて広末涼子出てきたんですよ。ほいでね受け渡ししたじゃないですか。